午後のリサイタル。今日はバイオリン藤原浜雄、チェロ岩崎浩、ピアノ三上桂子の皆さんによるトリオをご紹介します。この3人の皆さんは東邦学園大学の出身で、バイオリンの藤原浜雄さんとチェロの岩崎浩さんは日本音楽コンクールのそれぞれの部門で1位、その後ニューヨークのジュリアード音楽院に学ばれ、藤原浜雄さんはエリーザベトコンクール3位、岩崎浩さんはチャイコフスキーコンクール3位と輝かしい成果を挙げられました。またピアノの三上桂子さんも日本音楽コンクール1位の後、ロンティボーコンクールで特別銀賞を受賞。3人の方々は現在アメリカ、ヨーロッパ、日本の第一線でソリストとして活躍されています。それではバイオリン藤原浜雄、チェロ岩崎浩、ピアノ三上桂子の皆さんの演奏で、ブラームス作曲ピアノ三重奏曲ハーチョーチョー作品87です。
ブラームス作曲ピアノ三重奏曲ハーチョウチョー作品87でした。今日はバイオリン藤原浜雄、チェロ岩崎光、ピアノ三上桂子の皆さんによる三重奏をご紹介しました。午後のリサイタルを終わります。